はい、皆さんどうも、テントモです。 KOF ホールスターの実況となります。本日またしても新たなるファイターが実装されたので、こちらのガチャをね、回していこうと思います。で、そのファイターというのがこちら。はい、教えてやろう、極限の拳を。ついにやってまいりました、フェス限両坂崎でございます。まあ僕はね、もともと両坂崎かなり好きなファイターなんですが、この KOF ではね、あんまり使っておりませんでした。ただ今回ね、フェス限がね、ついに来たということで、これを引き当ててバンバンね、使っていきたいなと思います。だいぶ前にね、動画で話していたと思うんですけど、僕がこの KOF に出てくるキャラクターを好きになった理由っていうのが、幼き頃にね、読んでいたコミックボンボンなんですよね。今は亡きね。で、それで、画廊伝説だったり、そして竜子の剣だったりがね、連載されておりまして、で、この両坂崎もね、そのボンボンで、ね、連載されているこの竜子の剣の両坂崎がめちゃくちゃかっこよくて、そう、だから、本当はね、かなり好きなキャラクターでございます。なのでね、これからね、ようやくね、こいつを引き当てで使っていきたいなと考えております。で、そのボンボンで連載していた竜子の剣に登場してくるね、ゆりちゃん、ゆり坂崎。あのゆりちゃんはかなり弱い、そんな強くない設定で描かれていたような気がするんですけど、記憶違いかもしれないんですが、なんか、人質になっていたり、さらわれていたり、そんなね、そういうゆりちゃんを助ける両坂崎だったような気がします。なので、今となってはね、ゆりちゃんバンバンね、舞踏家として活躍しておりますが、その当時はね、ゆりちゃん普通にね、可愛い女の子みたいな。いや、今も可愛いんですけど、で、戦う女子じゃないですか。戦うっていうイメージがね、あんまりなくて、その後に開花したんですかね。あんまりね、その、竜子の剣の詳しい部分はね、その原作、本当の意味での原作っていうのを知らないんですけど、で、あと、ロバートなんですけど、最初は好きじゃなかったね。で、だんだんね、ストーリーが進むにつれて、好感を持てるようになって好きになっていったといった感じですね。最初なんかチャラい、単にチャラいようなね、感じがしていたんですが、実はそうじゃなかったみたいなことがね、だんだん分かってきて、で、あとね、ボンボン以外でのね、両坂崎といえばなんですけど、画廊伝説スペシャルですね。画廊伝説スペシャルって、最初のね、画面、プッシュスタートのところで、左下、右下、で、AB だったかな。で、画廊伝説に特別にね、両坂崎が裏技的に出現するといったコマンドがあったっていうのが非常に、覚えております。常にね、常にスーファミをね、起動するたびに、そのボタンを入力して、両坂崎を出して使っておりました。かなり強かったですね、こいつ。あそこでね、覇王昇降剣のかっこよさをね、知りましたね。その当時もうボンボンで出ていたかどうかはね、覚えていないんですけども、そこで両坂崎を使っていた、めちゃくちゃ使っていた思い出があります。はい。というわけでね、余談はこれぐらいにしていきましょう。で、他にもね、はい、こちら。始めようか。フェス限ではないんですけども、通常の星5ファイターで新たに、アンディ・ボガード。こちらがね、実装されております。2001年アンディですね。いや、かっこいいですね。かなり顔がいかついというか、なんか、執念に燃えているというかね。これも欲しいですね。はい、アンディも好きでございます。はい、で、あともう一人。失望させないでくれよな。こちらもね、フェス限ではないんですが、通常星5ファイターで二階堂ベニマルがね、実装されております。こちらも2001の二階堂ベニマルでございます。まあ、こっちもまあ、ね、イケメン度が増しているというかね、絵が綺麗になっている感がありますね。で、ちなみにこの二階堂ベニマルの声優さんなんですが、前塚敦さんですね、この KOFAS では。で、ちなみにその前塚さんとは、声優の専門学校時代に教わったことがあります。はい。といった感じで、では行きましょうか。で、ピックアップは、量以外は、特に前回と変わらずといった感じですね。あ、でもこれ。あ、そうですね。オロチシェルミから、プリティギースに変えます。はい。プリティギースのメモリ欲しいので。はい。本当はね、この、
次はこのマイレージスペシャル報酬を選ぶ動画をね出そうとしていたんですけども、それよりも先にね両坂崎が来たので予定を変更して今回はこちらを引いていこうと思います。はい、というわけで、あ、はい、こちらね提供割合見ていきましょう。で、星5フェス減が 3% で両坂崎が 1% ですね。で、残りのピックアップが 0.3% かける5の 1.5% でございます。はい、で、他は 0.015% で、はい、で、他の、ね、通常の星5が 7% で、アンディとか二階堂、ベニマルとかが 0.057%、ね、でございます。はい。まあ、来てくれたら嬉しいね。はい、というわけで、今回は、前回マイレージスペシャル報酬ゲットしたので、うん、果てしなく遠いですね。300回。はい。なのでまあトークン9か1足りないな。なのでルビーでも何回か引いて、でガチャチケットも引いてといった感じにしようかな。うん、ガチャチケ50枚、ルビー4500、これでいきましょうか。はい、50連の計100連いきたいと思います。ではガチャチケットいきましょう。はい、こちらですね。今255枚あります。で、確率は、こちらだと、おのおの 0.076% ですね。まあ、量が来ることはなかなかね、難しいかと思いますが、狙っていきます。では、行きましょう。ほい。では、本日、10連目、行きます。では、両坂崎、お願いします。覇王、昇降拳。どうかな。さあ、初手どうでしょう。お、いいよ、赤になったからの、おお、すごいすごいすごい、来た、すごい、どうだ、ああなるほど、はいね、闇の中オロチの血に目覚めるレオナゲットでございます。まあ、うん、レオナ一応ね、レオナなのでね、はい、ありがとうございます。では、次もね、次も紫枠ですよね。フェス限2連発で見ていきましょう。お願いします。どうや、ゼロは無ではない、何事にも左右されない絶対的な存在という意味だ。あ、持っていなかった、持っていない方のプリティゼロクローン、あー、すごいすごいすごい、やった、やりました。まあこいつ使えるのかどうかね、よくわからないんですが、持っていないファイターだったのでありがたいですね。やりましたね。うん、ありがとうございます。いや、今回今日はいい引きからのスタートでございます。チケットでね引き当てることができるのはいいですね。はい、では残り見ていきましょう。チャン後半ドライヤーシーケンス、おー、両坂崎来てほしいね。もうゆりちゃんも連続でね、兄弟が共演。おお、すごいすごいすごい。両坂崎、ゆり坂崎、ロバート・ガルシア。さっき僕が話した順番ですね。おお、すごいよ。これは来るんじゃない?まあ、今回は来ないけど。おお、2回とベニマル。おお、すごいすごい。今回のね、なんか、ピックアップ。まあ、星、これは星3か。ね。ベニマルフ・ジョーンズ。連続。はい。いや、なかなかいいスタートでございました。なかなかというか、かなり良かったですね。うん。はい、ではでは、本日は引きがいいと信じていきましょう。ではね、はい、20連目。いきます。お願いします。さあ、どうだ。あー、おから黄色からの、どうでしょう。あー、ゼロ。なしですね。はい、上東チェボンゲ、おお、両坂崎、ハイデロン、アンディ・ボガード、おお、アンディ・キャル、タクマ・坂崎、おお、連続ラルフ・ジョーンズ、アンディ・ボガード、チンゲンサイ。うん、はい、ではね、今回はダメだったんですが、はい、30連いきましょう。ほい、お願いします。ほい、
さあどうでしょうね、見ていきましょう。よし、黄色からの赤になった。さあどうだ、紫に変わるか。おお、すごいすごいすごい、来た来た来た。どうや、風があなたを導いてくれるでしょう。面白いですね、うん、まあ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 、ゲニッツね、こいつは強いキャラなのでね。はい、ありがとうございます。覚醒次の段階進めますね。緑属性で非常に活躍してくれております、ありがとうございました。とでは残りね、あ、次も星5だったかな、見ていきましょう。いつも見守ってくれてありがとう、私たちは負けないわ。どうも、やった、最新のアテナ、こいつ覚醒できていないのでありがとうございます。あ、よかった、これ欲しかったんだ、メモリ。いやー嬉しいね、今日は引きがいいぞ。うん、なかなかやな、嬉しい件数。チンゲンサイ、おお、すごいすごいすごいね、アテナチームが、アテナチームがどんどん出てくる。はい、シーケンス、二階堂ベニマル、ユリちゃん、キムカファン、チョイボンゲ、アンディボガード。はい、すごいね、あのアテナチームがどんどんどんと来ましたね。さっきはね、リュウコの剣チームがどんどんどんと来てね。はい、では40連目いきましょう。はい、でお願いします。さあどうでしょう。ほい、おお、いきなり赤、よし。さあ濃い紫、おお、今日や、今日すごいな今日すごいぞ。伝説と呼ばれるほどじゃないが、売られた喧嘩は買うぜ。やった、やった、嬉しい、テリーようやく覚醒できるずっと覚醒できていなかったテリーがようやくここで、いやー、マイレージ報酬でもね、あのこのテリーかね、プリティギースかで迷っていたんですよ。うん、テリーでもいいかなと思っていたりしていた時に来てくれました、チケットで。いや、これはピックアップも変えようかな、後でどうしようかな。いやー嬉しい、非常に嬉しい、今日は最高の引きでございます。はい、では次も星5だったかな。バカらしい、もう少し踏ん張ってみたらどうだ。つまんないな。はい、バイスね。はい、まあ、うん、ありがとうございます。まあ、こいつ最近はね、あまり使っていないんですけど、結構、うん、長い間かなり使わせていただいておりました。はい、ではね、行きましょう。ダイモンゴロウ、ここは私に、レオナハイデル、ここは私に、連続草薙京、ゆりちゃん、たくま坂崎、ケンカファン、チンゲンサイ。いやー嬉しいね、テリー来た、テリーメモリー来た。いやー、これは本当にありがたい。これで貴属性が一番今弱いので強化につながります。はい、では残り10連引いていきましょうか。今回チケットいいね、チケットもう少し引こうかな、むしろ逆にね。はい、では行きましょう、50連目。こんなにチケットからね、紫が出ることなんてなかなかないんですけどね。はい、青黄色、どうでしょう、変わるか。パリンがないチャン後半、チョイボンゲ、ロバート・ガルシア、ユリちゃん、おお、ゆりちゃん連続、まだまだ、おお、ゆりちゃん3連続、ヘビーディーね、ゆりちゃんからのヘビーディー、ラッキーグローバー、ラッキー、今日はラッキーですよ。ダイモンゴロクラックスティール、今日クラック少ないな、いつもクラック結構出るのに。はい、というわけで50連終わりました。で20連目と50連目はね、ダメでしたけども、10連30連40連目非常に良かったですね。はい、すごいね、50連で紫がもう4体出て、新ファイターもね1体、そしてテリー1体と非常にいい引きでございます。はい、どうしようかな、チケットいい感じの引きなので、もう30連、もう20連か、もう20連引いて残り30連をルビーで引いていこうかな。はい、ではそういう方向でいきます。ではお願いします。当たるときにね、引いとかないとね。はい、どうだ、黄色、黄色か、変わるかな、
変わってくれるかな。一応ね、変わった。所詮貴様は流れ星、落ちる定めにあったのだ。 Go to hell! Go to hell! ハイデルンゲットでございます。はい、まあそんなに、ね、使っていないんですが、まあありがとうございます。チンゲンサイキングクラクテル、クラク出だした出始めた。ジョー東、クラク言ったら出るね、言ったら出てくるね。すごいねクラク。さっきまで1体しか出てなかったじゃん。なんで今回一気に4体も来るの。5体クラクすごいね。急にドバドバ出てきたね。言うもんじゃなかったな。アンディ・ボガード。クラークが半分を占めるっていうね、なかなか初めてかもしれない。10連でクラーク5体は初めての引きかもしれない。はい、ということで、まあハイデルンがね導いてきたという感じですね。ではね、こちら、はい、70連目、とりあえずこれでね終わろうかなと、チケットはね思います。行きましょう。どうでしょうね。沈黙してきたか。どうかな。あ、変わらない。はい、ルビーに移行しましょう。はい、ダイモンボロ連続テリーキーちょいこんで、両坂崎ゆりちゃん、両坂崎エビディちょいこんで連続。はい、うん、まあね、潮時ですかね、チケットは。ではこれからルビーの方で残り30連引いていこうと思います。はい、ということで貴族星のピックアップをテリーからイオリにね、オロチイオリに変えました。はい、まだこのイオリ覚醒できていないので、とりあえずこっちを優先しようかなと。はい、では引いていきましょうか、ルビー。はい、では80連目、本日80連目いきます。両坂崎お願いします。さあピックアップ機能するか。お、赤来た。さあ機能してください。やった、来た。よし、何が来る。感じさせてやろう、死の恐怖をな。やった、マジで嬉しい。プリティギーズ、いやプリティギーズ好かれてるな。うん、いやこれでマイレージ報酬プリティギースを選ぶ必要もなくなった。テリーも選ぶ必要がなくなったし、このギースもね選ぶ必要がなくなったので、未生児のロックかプリティビッグ、この2体のどちらかを選んでいきましょうかね。うん、どっちを選ぶかっていうので悩もうかなと思います。いや嬉しい、やったね、覚醒できる。もう強化しきっているんですよね、一応レベル90まで上げきっております。あ、いつでもね覚醒できる状態でございます。いやー、ありがとうございます。ゆりちゃん、ちょいボンゲ、あと星52体いたかな。お、ゆりちゃんまた来た。ジョー東、知らぬいまい、私に勝つことなんてできないっち。おーおー、ゆりちゃんゆりちゃん言ってたら、ゆりちゃん来ました。不思議の国ゆりちゃんゲットでございます。まあこいつかなりね強化しております。覚醒も進めておりますので、さらにね上の段階へ行きましょうか。はい、ありがとうございます。いや今日は本当に引きがいい。チャンク後半、忍びの道に危険はつきものよ。10年早いわよ。知らぬ今ゲットでございます。こっちはまだ覚醒できていなかったかもしれないので、ありがたいね。うん、はい、ありがとうございます。やりました。ナルフジョンズ。はい、ということで今日は本当にね欲しいキャラが引けている、非常に稀な日でございます。やっぱ嬉しいなぁ。ピックアップどうしようかな。プリティギース変えようかな。うん、ちょっと変えましょうかね。はい、では一回変えます。はい、というわけでピックアップ緑属性をプリティギースからホーリークリスマスエリザベートに変えました。はい、このエリザベートまだ覚醒できていないので、はい、とりあえずねこっちに変えて見ていこうと思います。では残り20連ですね。はい、では本日90連目いきます。さあ今日は本当に非常にいい引きでございます。黄色からの赤、よし、期待ができます。おお、すえこれやばくない。
え？え？フェス限4体？こんなことであるの？いや、すごいね。3% が4体来た。いや、これは、ちょっと前、過去最高の引きみたいなことを言っていたと思うんですけど、今日が間違いなく過去最高の引きですね。うん。フェス限4体は初めてだわ。それは初めてですわ。3体もないね。今まで2体が最高。いや、これは、なかなか珍しい神引きなのではないでしょうか。ね、クラークさん、ありがとうございます。では見ていきましょうか。いや、これ、両坂崎、来てそう。4体も来てたら、いるんじゃない？行きましょう。チンゲンサイからの最後まで戦って勝つ、それが俺の信念だ。お、教えてよ。お、やった極限の拳を。やったー、来た。フェス限量坂崎ゲット。いや、後ろかっこいいね。竜ドラゴンかっこいい。極限竜極めていこうと思います。量坂崎ありがとうございます。いやー、今日は前回ね、プリティギースの時もね、良かったんですけども、それ以上の引きでございます。これもしかしてもう一体ぐらい来たらね、もう覚醒できますね。どうかな。いや、本当にありがとうございます。では、見ていきましょう。残り3体。ワイの饅頭分けたろか。はい、シーケンス。悪は許さん。なるほどね。はい。あ、そういえばこのプリティキムもまだ覚醒できていないので、いや、嬉しい。今日、本当に、素晴らしすぎる引き。いや、こんな日ってあるんですね。いや、びっくりです。これでこのプリキムもね、覚醒できます。いや、ありがとうございます。いや、すごいね。とんでもない引きだわ。はい、では残り2体行きましょう。チンゲンサイ。運命に踊らされるのはごめんだな。うわ、マジか。マジか。すごい。ロックまで来た。ロックハワード。いや、すごい。ギースの息子。うおー。ペリの弟子。いや、すごいね。ついにロック引けた。ロック出た当時に100連引いて爆死して以来ね。引けることはなかったんですが、ついに初ロックでございます。お、これでならもう、マイレージ、スペシャル報酬はプリティビッグ一択かな。はい。いや、今日は本当とんでもない神引き日和でございます。いや、本当ありがとうございます。こんな日ってあるんだね。来るんだね。いや、すごいわ。本当すごい。はい、では残り1体。シーケンスからのゆりちゃんからの最後まで戦って勝つ、それが俺の信念だ。すごい。極限の拳を。やば。両坂崎がこの10連だけでも覚醒まで揃った。いや、嬉しい。さすが 1%。ね、1% 強いね。いや、来ましたね。うわー。青証拠券使いたい。使っていきましょう。いや、これはすごいわ、ほんと。過去最高の、間違いなく、今後もなかなか見られない引きなんじゃないかな。いや、ありがとうございます。はい、というわけで、すごいね、これ。量が来て、で、ね、プリティキム、そして、ロックからの、またしても量。どれも欲しかった。どれも欲しかったのが、まとめてね、一気に4体、10連だけで来てしまいました。いや、これは他の配信者の方でもあんまり見たことない引きですね。いたかな？はい。いや、ありがとうございます。で、あと1回ですよね。これ90連目ですよね。はい。では、100連目行って終わろうかなと思います。では、お願いします。どうかな？あ、そうか、そうか、そうか。ピックアップ変えようか。ね。ちょっと変えます。また変えます。はい、ということで、ピックアップをね、青属性ピックアップを乾いた大地の矢代に変えました。こいつまだ持っていなかったので、唯一ね、青で未所持のファイターだったので、こいつにしました。では、残りね、
はい、10連いきましょう。本日ラスト100連目。はい、もう何でもいいや。もう、うん、欲しいものは取った。はい、いきます。さあラストどうでしょうね。はい、黄色、お、黄色のまま。ああでもすごい来る。来た。これ何か意味があるのかい。いやマジで、すげえすげえ。赤属性ピックアップ、未生児バイス、サマーナイトバイス、水着バイス来ちゃった。すごいな、今日大当たりですね、超大当たり。まあまあこれでね終わりなので、もうピックアップをね買いはしないんですけど、いやー毎回毎回ねピックアップを変えていくってなかなか珍しい。いやーサマーナイトバイス来ましたね、マチアと揃いました。はい、いやなんて日だ。本当なんて日だなんだよな、うん、黄色で終わるかなと思ったらしっかりね紫を帯びていましてね、デバイスが来たと。いやーびっくりです、ありがとうございます。では残りいきましょう。ここは俺に任せ。ダークステル、ケムカファン、イーカイドベニマル、連続ダイモンゴロウ、両坂崎、ビリカーン、ラッキーでした。本当ジャンク後半。はいはい、ということで、サマーナイトバイスフィニッシュとね、最初も良くて最後も良くてとね、いや完璧な100連でしたね。フェス原料坂崎が来てくれただけでも良かったのにね、他にも諸々と欲しかったファイターたちが来てくれました。どれもフェス原がね、で量もね覚醒までもうできちゃうという、いやーなかなか見られない100連だったかなと思います。ではね、寮、そして他のメンツたちもね育成していきたいと思います。今度は逆にね素材が足りなくなりますね、こんなに一気に来られると。はい、まあ嬉しい悲鳴でございます。ではとりあえず早速ね、このフェス原寮坂崎を育成していこうと思います。あとはプリティギースね、うん、はい。では次はね、マイレージスペシャル報酬を選んでいく動画になるかなと思われますので、まあそちらの方をね、お待ちいただけたらなと思います。では、今回の動画は以上となります。いかがだったでしょうか？よければ、いいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。覇王昇降拳。